ダネダネ主義のたっくんです。ニコニコリンクときちゃんです。オッケー、ときちゃん、はい、今日はね、普通に楽しくワイワイやりましょうと。はい、なんでかっていうと、ほらもう目の前に見えてますよ、こちら。はい、わー、すげー、すごい、やばい、ハイクラスパックタッグオールスターズ、ほえー、今日買ってきたんですよね。並びましたよ。いや、ガチだから。ガチで、うん、ガチで並んできました。今回はもう本当にめちゃくちゃ気合が入ってるんですよ。早速もう開けちゃおうかな。開けちゃいますね。開けたくてたまんないんだ。でもどれがね、欲しいかっていうのもね、うん、言いたいし、いろいろ紹介したいんだよ、これ。うんうん。いや、みんなね、ポケカのね、ことをよく知らない人はね、うん、何がすごいのみたいに。そうだね。ちょっと思うかもしれないんだけど、うんうん、何がすごいのか、読者教えてあげてよ。あ、私ですか。あ、わかりました、うん、まあね、まずこの箱の形がね、いつもと違うなって、うん、思う方いらっしゃると思うんですけれど、はい、今回は、うん、ワンボックス10パック入りなんですよ。いつもは30パック入ってて、うん、2人でね、こう15パックずつ開けるっていう流れだったんだけど、うん、今回に限っては10パック入りで、しかも1パック11枚入ってるんですよ。そうなんです。で、しかもですね、うん、なんと1パックに必ずポケモン GX かタッグチーム GX が必ず入ってるらしいんですよ。そうなんです。やばいです。必ず1枚やばい、絶対入ってる。やばすぎる。しかも1枚だけじゃないんだよね、パックによってはもっと入ってたりとか、うん、そうなの、そうなので、このね、パッケージに書いてあるこのポケモンのイラストを見るとね、うん、これってすでに今までのシリーズで出てたタッグチーム GX なんだけど、うん、まあ、それがね、再録っていう形で収録されてるんですよ、うん、で、あと今回はね、いろいろミラー仕様でキラキラのやつが入ってたりとか、うん、はいはいはい、エネルギーもね、今回はキラキラのものが入ってたりと、うんうん、盛りだくさんなわけなんですよ。しかもいつも僕らが欲しい欲しいと言ってる、あのスーパーレア以上のカード、うん、はいはいはい、あれもね、めちゃくちゃ種類多いらしいんで、いやー、楽しみすぎる、うん、これはもうコレクションが増えてしまうなーねー。だから一応じゃあちょっと狙いみたいなものを聞いておきますか。はい、そうですね、僕はですね、まずね、あのレックウザの、はい、あの GX のデッキをね、うん、昔作ろうと思って、お、結局レックウザ集めきれなくて断念したんですよ。あ、そうだったんだ。なんでレックウザはね、絶対に当てたい。私はですね、うん、ダークライ&ブラッキーのね、過去に出た、うん、あのタッグチーム GX のイラスト違いのね、うん、ものがあるので、うんうんうん、それとプラス、うん、同じく超タイプのデッキの、うん、エイフィー&デオキシスのタッグチーム GX、 これもイラスト違い、これはね、2つ狙っていきたい、うん、もう楽しみしかない、楽しみしかない。じゃあ早速開けていこう。どう開けていく？5パックずつ開けていこう。あー、オッケー。いつもたっくんのさ、言うさ、あの左側のさ、はいはいはい、あのっていうジンクス、うん、ないんだよ、これ。そうだよね。でね、びっくりするのがね、後ろのね、全173種プラスハテナハテナハテナって種類多すぎんか。ねえ、めっちゃ多いね。ねえ、僕から開けていい？あ、いいですよ。いいですか？じゃあ開けていきましょう。はい、どうぞ。僕から開けますね。うわー、何出るんやろうか。はい、それでは、はい、開け終わりました。うわ、たったの5パックでこの量だ。すごい。よいしょ。もうめっちゃ光ってるもんな。めっちゃ光ってる。やばくないか、これ。やばい、これやばくないか。やばすぎるよな、これ。すごい。よし、じゃあ開封していきます。はい、それではまずはマッギョ、ツツケラ、アブソル、おお、して、おお、懐かしい、ピカチュウ&ゼクロム GX タッグチームですね。うん。そして、おお、すごい、キラキラ仕様、噛んじゃった。キラキラ仕様の、こちら電気エネルギー、これの後に電気エネルギー出てくるの、なんか熱いね。熱いわ。パラス、パラスなんか光ってない？ねえ、光ってる。ミラー仕様ってやつですか、これ。うん。おお、なんだこれ、わかりやすい。ねえ、わかりやすい。光ってるよ、光ってないよ。わー、プリズムスターのダークライ、いいね。これもなかなか強いんですよ、この特性がね。そして、お、ペルディオ GX ダート自転車。イラストが違う ね、なんか漫画風だね。ね、可愛いな、これ。おー、ジラーチ、いいですね。これはなかなか強いんですよ、うん、本当に結構使ってる人が多い。で、サンダーと、わー、出た ー、やったー、すごい。昔集めきれなかったやつ、今ここで、すごいね。
ね。回収。そしていいね、水エネルギー。あ、すごい、なんかすごいね、特訓仕様だね。ね、わあ、レイシラマンのリザードン GX、 これは強いんですよね。すごいね、大会とかでもね、結構いろんな人が使ってるもんね。そう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 、めちゃくちゃこれ本当にすごい強いやつですね。わあ、懐かしい、フェローちゃんのマッシブーン GX。 はい、というわけでね、たったの5パックかけただけでこの量ですよ。すごいね。やばくない？やばい。だって GX が 1,2,3,4,5 枚とプリズムスター1枚でしょ。すごいね、5パックだからね、これ。はい、じゃあ続いて私の方のボックス5パック上げていきます。はい、はい、それでは、はい、開け終わりました。はい、じゃあ見ていきましょう。はいよ。はい、 B。 はい、たぶんね。たぶんね。おー、ギラギラですね。私これよく使ってるんですよ、最近。そうなんだ。そうなのよね。じゃじゃん、あ、出ました、オーロット&ヨノワール GX ですね。タックオールスターズから入った新しいタックチーム GX ですね、うん、あ、そうなんだ。はい、ちょっとね、これ、技とかいろいろ見ていきましょう。はい、ナイトウォッチャーですね。これが、相手の手札から表を見ないで2枚選び、そのカードの表を見てから相手の山札に戻して切る。これやっぱ私超タイプのデッキ組んでるのでね、ちょっと1回は使ってみたいですね、うん、おー、うわー、マジで？マツリカのスーパーレアですね。すげー、わー、かわいい。うわ、トレーナーズのスーパーレアだ。ねえ、嬉しい。新しいイラストじゃないこれ。ね、そうだよね。すげえ、かわいい。お、ヨアシ GX だ。おお、ズガドーン GX です。ズガドーン、ズガドーンお、ファイヤー&サンダー&フリーザーの GX ですね。おーおー、これも再録ですね。うん、かっちょいい。あ、ディアンシー、これプリズムスターですね。 U2&MUGX のタッグチーム GX 出ました。あ、いいですね。いいね、かっこいい。はい、ということでこれが私の5パックの結果でした。はい、いや、5パック開けてこれってやっぱすごいな。すごいでしょ。すごい、やばいよね。なんか普段さ使ってるやつもなんかまた出てきたの嬉しいな。そうだね、うわ、うん、懐かしいってやっぱなるよね。そうそうそう、懐かしい感があるってのがね、なんかいいところですね、うん、そうだね。はい、うん、はい、それではこちら開け終わりました。おお。じゃあ早速みんなに見せたいと思います。わー、気になる。はい、まず門面。あ、プレシャスボールだ。おお。すげー。おー、わー、かっこいい。これも懐かしいな。月光ガンドゾロワーク GX。 わー、ガオガエン GX。 ダークオーダーのやつだ、これは。かっこいい。わー、ヨアシ GX のスーパーレア。まさかのですね。まさかだね、これはね。あー、僕も出ました。はい、オーロット&ユノワール GX。そして、え、待って、なんか違くね、これ。そう、すごいすごい、これ。わ、スーパーレアって書いてある。そう、すごい。え、なに、エネルギーにスーパーレアあるの今回。そうなのよ。マジで、うん、すごい。はい、基本フェアリーエネルギーのスーパーレアが出ました。すごい、めっちゃキラキラなんだが。これはすごいね。やばすぎ。お、わ、クチート、懐かしい。はい、そして基本このエネルギー9コンっていう感じでございました。はーい。はい。いや、でもさ、エネルギーのスーパーレアとかやっぱすごいよね、なんか。うん。こう、普通にさ、エネルギーつけるだけでもさ、めっちゃテンション上がりそうだもんな。うん、そうだね。もうこれ見よがし、スーパーレアつけてやろうかな。ね、でんって。そう。わら。はい。それでは、はい、私の残り5パックを開けていきましょう。はい。じゃあ、行ってきますよ。はい、オッケー、行ってきてくれ。行ってくるぜ。行きまーす。羽根っこ。ニャオニクス、ニャヒート、お、ガブリアス&ギラティラ GX。 GG エンド。うわー、クチート GX。 お、いいね、さっきタックンが出してたやつですね。出しましたね。樹海 GX。 うわ、かっこいい。おー、懐かしい。かっこいいですね。うん、お、レックレザ GX だ。じゃあこれはね、後でタックン行きですかね。はーい。お、アローラ球根 GX ですね。すんげえ。いいですね。これもかっこいい。基本等エネルギーの、これはスーパーレアです。すげえ。スーパーレアのエネルギーまた出た。はい。ということで、お互いワンボックスずつ開封し終えましたけども。うん、どうですか。はい。いや、もう10パックにして、この、
カードの量やばい、すごいよね。うん、いやー豪華だな、本当に豪華。よし、じゃあ今度もじゃあ5パックずつ開けようかなと思います。はい、うん、ある程度みんな大体ねカードは紹介しきれたと思うので、うん、ここもいつものごとく、あ、そうですね、はい、ここでさーっと見て、うん、あーっていうものを後でお見せしますね。はい、ほほほ、まあ見えるんだよね。おー、おー、いいね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 。おー、わー、って感じじゃないこれ。すごいな、すごいびっくりするもの入ってたよ。びっくりしたわ、びっくりしたわ、みんなびっくりする絶対。はい、こちらまずはレシラマンドリザードン GX2 枚目でございます。おー、いいね。これ2枚目は本当にやばい、どんどん強くなっちゃう。そしてはい、こちら、うん、オーロット&ヨノワール GX も2枚目。はい、はい、アローラ球根、うん、トクシャンのと合わせると2枚目ですね。そうですね。そしてこちらルカリオ&メルメタル GX、 これはまあかっこいいのよ。樹海イン GX、 こちらもトクシャンのと合わせると2枚目でございます。おめでとう。これマジかっこよすぎるからね、このイラストが。そして問題は次ですよ。次、次なんですよ。次びっくりしたね、これね。びっくりしたよ。あ、だって違うってなったね。うん、な、何って。そう、それがこちらでございます。ドドン。はい。溶接工のスーパーレアでございます。まさかすぎた。ね、うん、え、女の子だったよねっていう、うん、やつがね、なんかね、男の人になってるんですよ、ね、今回。いやでもさ、これさ、うん、デッキに入れてたらさ、ちょっとびっくりするよね、みんな。ね、えってなるよね、絶対。そうそうそう、あの溶接工のカードも、うん、当時はびっくりさせられたんだよ。なんか、うん、普通のさ、トレーナーズだと、うん、なんか被ってんだよね。はい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 。そうで、なんか男の人でしょみたいな、結構ガッチリしたね、うん、服着てて、でもスーパーレアになって、その素顔が現れてって言ったら女の子だったんだよね、うんうんうん、それでまたびっくりしたのに、まさかだね。そう、今回またこれでびっくりさせてくるっていうね。嘘でしょっていう、溶接工ドッキリかなこれは。私の2ボックス目の最初の5パックです。はい、じゃあね、さっきのたっくんと同じでちょっとこの場で見ていきましょうか。はい、はーい、じゃあ行きます。あー、なるほどね、うん、おー、 はい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 、あー、オッケー、なるほど、オッケーオッケー。次はまずミュウ2&ミュウ GX とファイヤー&サンダー&フリーザーの GX、 そしてアローラ球根 GX とヘイルカリオ&メルメタル GX、 そして、最後の1枚がじゃじゃんと、マーシャドウ&怪奇 GX ですね。これ今のとこ初めて出たかな。そうだね、うん、いや、これで最後か。よし、残りも開けていきます。はい、はい、それでは残りも開け終わりました。はい、見ていこうか。見ていきましょう。よし、行くぞ。あー、おー、おー、いいねいいね。おー、うわー、これは嬉しすぎる。おー、やったね、これ嬉しいね、これはね、やったね、やったよ。はい、まずは、ミュウ2&ミュウ GX、そして、ファイヤーのサンダー&フリーザー GX、 ガオガイン GX、 はい、月光ガンドゾロワーク GX、 ヘラオちゃんのマッシブン GX から、はい、ブラックマーケットのプリズムスター。おー、これは悪タイプがかなり有利になる。おー、プリズムスターでございますね。そして問題ここですよ、うん、たっくんが王ってなるやつね、うん、それー、綺麗すぎないか、これは。綺麗だね。はい、水エネルギーのスーパーレア以上でございました。なるほどね。はい、行っちゃいますか。行っちゃいましょう。うわー、はい、行きましょう。見ましょう、見ましょう。よし、行くぜ。オッケー。あーあー、これは嬉しいね。はい、それではラストの私の5パックの結果です。はい、まずフェローチ&マッシブン GX、 そしてレシラム&リザードン GX は強くなっちゃうな、もう。そしてオーロット&ヨノワール GX、 ズガドーン GX、 ズガドーン、そしてジュカイン GX、 そしてじゃじゃーん日本水エネルギーのスーパーレアです。なぜ、これはもうたっくん使ってくれ。イエーイ、使ってくれ。ビーストエネルギーのプリズムスターですね。はい、うん、そして最後こちら、じゃじゃーん、ジラーチ DX のスーパーレアですね。かわいい。
このね、あのジラーチ GX、 私もデッキに入れてるんですよ。あ、そうなんだ。そうなのよ。だからね、嬉しいですね。いや、それはいいね。うん。はい、というわけで2人とも開け終わりましたと。おい、いや、すごいね、この量。すごい。こうやってその過去のタッグチーム GX とかね、 GX のカードがこうやって並ぶと、うん、なんかもう圧巻だなっていう感じ。本当に、ね、それ今までやっぱり出なかったカードとか、うん、それこそタッグのね、うんうん、レッグーザとかね、うん、やっぱり欲しかったものがね再録されてたりするから、うん、ぜひね、みんなにも開けてほしい。そうだね、うん、ぜひ。というわけで今回のハイクラスパックタッグオールスターズの開封、はい、面白かったな。僕も私も買ってみたいなと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。